全部込み、あ、ブーレイ。ここの足場をね、よいしょ。マグクラ兄弟の幸せを祈願し、じゃりん、アンマグロダリーミョーチ。もう今日で全部材料揃えてやるからね。はい、というわけで皆さんどうもマグニでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日はですね、知ってました、収録外を生放送で垂れ流しにしてみました。1時間だけやったんだけど、まあそれでも楽しかったですね。いろいろちょっともうやっぱり得るものがありますね。やっぱこうやったことないことをやるっていうことは得るものがあるということでございまして、まあその辺に関してもまた収録外のコーナーでお話ししたいと思いますので、それでは行きましょう。カメミウポツです。アイテムエレベーター半端ない速さですね。テンション上がるの分かります。上がりますよね。スキューマは TT で湧いたのですか、水上には湧かないですよねってことなんですけど、まさにその通りです。私が収録会で遊んでる時に1匹だけ乗っていたので弓矢で落としたんですよ。近づきたくないなと思って。あのスケルトンホースですが、4頭いるところを見るとすでに落雷が起こっていますね。豆知識ですが、スケルトンホースに落ちた落雷は通常の落雷とは全く違い、炎はできず、帯電クリーパーも起きず、周りのモブもダメージを受けません。そうなんだ。天空トラップタワーの脇層の下にの水の脇層にもっと近くでいいんじゃないと。そうなんですよ皆さん、私の TT の真似は絶対しないように。あんなにちょっと効率の悪い作り方もないので。昨日のアンケートですね、マグタンで好きな機構、自動仕分けが圧倒的多数ですございました。やっぱり自動仕分けっていうイメージがあるのかもしれないですね。はい、結構いろんな形の自動仕分け作っております。かける人のね、協力のもと、皆さんぜひ真似して作ってみてくださいね。動画の中で何が好きかをアンケートしたらどうですか。米見とか誕生日とか画像紹介とか祈願とか、いろいろ兄弟の個性が出ると思います。ということで今日のアンケートはそちらをやらせていただきたいと思います。コーナーを私が好き勝手に、並べておきますので、皆様の、回答をお待ちしております。はい、今日はね帰りますけど、あれです、エリトラです。エリトラマチャーン。いや全然見えへん。いいですね、渓谷村が見えてる。よいしょ。あ、それでは本日誕生日のマグクラ兄弟のためにいただきます。パク噛みうまーす。勝ち。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心より、願っております。収録会自慢というわけで、今日の収録会は実はですね生放送で行いましたよ。それではちょっと見に行ってみたいと思います。こちらへご覧ください。まずですね、ちょっと私の持ってるツルハシの耐久の減り具合、これをご覧いただくと、私は重たいな。おい、ここは当然いっぱいなのでいきますよ。マグネマックス。はい、シーランタンのみ。これちょっと足らなかったから持っていきたいだけ、あっちにね。はい、行きましょう。はい、やってまいりました、トラップタワーでございます。今はねカチカチ動いておりますけれども、はい、まずはこちらね、ここをサボテン仕様に変更いたしました。生放送の方でもねお伝えいたしましたけれども、そことですね、こちらの画像をご覧いただくと、この、数量からご覧ください。これぐらいまで増えました。地味だね。収録外自慢の時はまあ2時間ぐらい貯めてみたいなお話したんですけれども、それ以前に3時間ぐらい貯めてたので、うわー、いっぱい降りてきてる、いっぱい降りてきてる。で、あとあのこのドロッパータワーをですね1本にさせていただいております。はい、その方がね効率は良かった。でも結局ね、ほらーすごい速度で上がってくるでしょ。すごい速度で上がってきて、このチェストでまず受けます。で、チェストから2つのこう何でしたっけ出てこない、ホッパーに分岐させて、2本のこの列から1つのこのドロッパータワーに上がってて、でここで結局詰まると。同じこと言ってんだけどね。はい、でここの改善をちょっと考えないといけないんだけど、それはまた後日ということで、これがまず1つ目。はい、やってまいりました。もう1つはこちらでございます。サンマタン、お、夜ですね。こちらですね、穴を掘っておりました。だからもう生放送、完全に政治動画でしたね。はい、オープン。いいね、おやすみ。はい、でここを降りていくと、これを生放送で作ったんですよ。降りていくと、ここにね穴を開ける予定地があって、ビーコンも設置して、ビーコンの穴開けて、でここをこう掘っていこうかということで、結構ね掘ったんですよ。収録外生放送も1時間でちょっと切りやめたので、その後もちょっと掘っておりました。これぐらいまで掘らせていただきました。でシーラータンが圧倒的に足りないので、今回ちょっと持ってきたよっていうことでございます。 25×25 のね穴です。 25×25×25 です。でここに何を作るのかというと、アカシア太陽のツリーファームです。
アカシア対応ということは、このサンマタウンの近くで取れるアカシアの木ね、だからこのサンマタウンに合った雰囲気の家をねたくさん作ることができると、建物ね、なのでアカシアのツリーファームが欲しかった、いちいち取るのが大変だからね、そこでこの穴をね作っていた次第でございます。で、入り口の方はね、かける氏にデザインしていただいた 3×3 のピストンドアでございます。そちらの動画もあるのでよかったらご覧ください。いやー、生放送のアーカイブも残っておりますので、どんな感じで撮っていたかとかあんまり気になる人いないだろうけど、いらっしゃればですね、そちらも、合わせてご覧いただければと思っております。はい、じゃあね、シーランタン置いていきますか。ふふー。はい、というわけで、テラウストリクエストのコーナーということで、こちらなんですが、すごい気候ですね。また、かける氏がですね、教えていただきました。なので、ちょっとそちらへ向かいたいと思います。手直しをやった、あとは、エンチャントに行きたいと思っております。はい、で、今回その、手直しで教えてもらったところは、こちらでございます。あ、これ帰ってくるんか。そうやった。まあ、これに関しての気候なんですよ。これ、今行きますよね。これエンドポータルに向かう、線路なんですけれども、エンドポータルに一度行くと、スポーン地点に帰ってくるので、トロッコは行ったままになって帰ってこないんじゃないのというご意見の中から、こういった、作りにさせていただいたんです。はい、これ引っかかっちゃいますよね。こうやって引っかかっちゃう。この引っかかりをなくすために、ここをですね、ガラッと変えたいと思います。まずはここをアクティベーターレーンに変えて、取ってつけて、これ渡して、あ、いけてるいけてる、こういうことだもん。あ、オッケー、これでいいんだよ。これでね、ここに来たら押されるんですよ、ビュッと。で、トロッコは自動で向こうに戻ってくるみたいなね。ちょっと今トロッコがないので、手元にないので実験できないのがあれなんですけど、はい、ここもこれに変えとこう。はい、それではね、こちらの方に行きたいと思います。マグロ行きまーす。あら、ダメージ食らった。あーね、鶴橋のね、耐久がね、著しく下がってるので、そいつを直したいと思います。あー、焼き鳥がレースゴというわけで、ようやく溜まりましたね。まあ、鶴橋のね、回復にちょっと時間がかかってしまいましてね。これぐらいの感じになりました。それでは、今日のエンチャントのコーナー。おっと、宝釣りとかいらないし。まあ、一応もらっとこうか。効率強化1ですって、エンチャだ。さあ、行きますよ、どんどん。あ、水中歩行だって欲しいし。イエイ！おわ、また水中歩行だ。最後。お、耐久3段もらっとこう。ふぅ。耐久3、今日の成果、宝釣り2。お、耐久3と効率強化4だって、すげえ。水中歩行1、水中歩行3、効率強化1、以上です。焼き鳥。最悪最悪、まさかここに帰ってくるとは。はい、ちくしょう、こんなんばっかりやん。帰るぜ。はい、ちょっと困ったことが起こりました。っていうか、まあ、このまま本ネタにちょっと突入しましょう。もう、ついでだ。今日はですね、アカシア対応の釣りファーム、まさにここですね。ここで作ろうと思っているアカシア対応の釣りファームに必要なホッパー。ホッパーが足りないので、そのホッパーを集めようという動画です。つまり、鉄を集めようじゃないかということなんですけど、先ほどエンチャントが終わって、マグタウンに戻れるとばっかり思っていたんですが、そういえば最後に寝たのはサンマタウンのここだったということで、ここにスポーンしてしまい、帰ろうかと思ったんだけれども、トロッコがなかったため、トロッコを作ろうということで、今鉄を焼いてるんですよ。はい。もったいなーい。今から鉄を集めようって言ってんのに、トロッコとかもったいなーい。これをね、全部焼いて、その鉄持って、またマグタウンに戻って、そしてそのマグタウンですね、残りのこのホッパーの数量を見てですね、あと何個鉄インゴットがいるのかを計算して出して、それを集めたいと思います。別に鉄を集めなくても、ホッパーで必要のないものがもしかしたらこのマグワールドにどこかにあるかもしれませんし、まあその辺をね、探して今日ちょっと集めたいと思ってます。はい、終わりました。ちょっと残ってる鉄とか見えてるやつとかあったと思うので、それをちょっと回収したいなと思うんだけど、あればね、あ、あったあったあった。くれよ。くれよ。
何個か分かんないけどくれよ。ちょっと上の方にもあったと思うんでね、ちょっと見に行ってみましょう。じゃあさっきのうちに取っとけよと思ったんですよ。でもね、ここから始まるとは思っていなかったんですよ。ですよですよ、いいね。おわわわ、おわ、掘れるね。ほほほ、鉄が、鉄が思ったよりも収穫しております。ここを収録外で全部掘れてれば結構な数の鉄が集まっていたのかもしれませんね。よし、とりあえず今見えてる部分で取れるものは全て、取りました。ようやくマグタウンに帰れます。マグタウンに帰って何個必要なのかも調べないといけないですね。もうここでは焼かない。帰ります。グッバイ。すげえ。はーい、激おもマグタウンに帰ってまいりました。それでは、いきますよ。この数ですね、ちょっと本当に重たいな、びっくりするわ。これね、ちょっと計算しますね。確かホッパーが156個必要なんです。今ね117個あります。39ホッパー残り必要だということになりますね。これちょっと使っちゃったんだよね、トラップタワーで。重たいな、マグタウンも。で、39個作ろうと思ったら1個作るのに5個必要なんです。わかりますか？1個作るのに5個必要ってことは 39×5、195個のインゴット。マジかよ。今ね、手元に15個ございますね。ちょっと待って、集めていきましょう。今195個必要でっていうことが判明いたしました。今ね、ここに15個あるので30個あります、手元にね。はい、30個集まりました。あと何個必要なのか。そう、165個になりましたね。あ、今手元に21個あるぞ。これを焼けばいいんだ。あ、やった、こっちに21個ある。すげえ、偶然ですよ、偶然ですよ。はい、あとね123個です。ほぼ2スタックだね。で、集める方法というか、まあ、ホッパーがどっかにね、無駄なホッパーがあればいいんだけど、っていうかさ、終わっちゃうね。ちょっと待って、終わっちゃうぞ。ここのやつ破壊すれば。知ってる？この下実はめちゃくちゃ全部ホッパーなんですよ、ほら。これ取れば、これ取れば済んじゃうんじゃないの。もうだってこれツリーファームだもんね、使わないもんね。そうしよっか。いい？怒られちゃいそうだね。いいや、取ろう。重たい、重たいマグタウンでの作業はつらいね。ここの足場をね、ちゃんと整えましょうね。これホッパーを取らせていただいた後に。マジで俺ここの存在忘れてました。今こう収録中に思い出した感じです。ラッキーラッキー。まあとにかく重い。これ録画しながらだからですよ皆さん。録画してなければこんなに重くはないんです。ましたー。もう重てー。これ全部集まったかな。全部集まったっぽいね。ちょっとこれ回収して。でですね、このホッパを回収しましょう。その前に、おやすみ！ねえ。くれくれ、めっちゃこれは、嬉しい。嬉しいです。嬉しい収穫というか。ちゃんとね、足場作りますから。うわー、いいね、いいね。これ揃ったも同然じゃないですか。190、何個だったかな。156個必要なんだ。ね、156個のホッパーが必要で、もう、110何個あって、だからこれで多分足りるよね。もうだからここのホッパーはもう使わないようにしましょう。実際本当に実際あんまり役に立ってなかったんです、マジで。これは多分兄弟の中でも、うん、それはいい選択だって言ってくださる方もいらっしゃると思います。これを作った時に、あ、それ必要ないと思いますって言ってくれてた兄弟もいたぐらいなので、いいじゃないですか。これホッパーがなくなってまたマグタンがちょっと軽くなるんじゃない？関係ないかな。軽くなれ軽くなれ、ラグ用少なくなれ、ラグ用少なくなれ。よいしょ、マグタウンの、うわー、それでもやっぱ重たいのは重たいね。じゃあここにですね、床をちょっと引く作業を行っていきたいと思います。床引くんだけど、これだからこの高さに来るから、ここギリギリまでやってあげた方が多分後でね取りやすいんだよね。だからちょっと考えて、その辺考えてちょっとやりましょう。じゃじゃん。うわー、余裕だー。っていうか余裕だー。これでもういいよ。集まった、やったね。これで揃ったので、皆さん、アカシアのツリーファームの作成に取り掛かれます。収録会でやる可能性もあるので、皆さん、要チェックでございます。っていうか、そもそもこう作り方を僕が分かってないから、カンニングしながら作ることになるので、収録会動画でやるとすごいグダグダになります。まあ、グダグダでもいいか。はい、まあいいや、そんなこと言ってる前に、おー、焼き鳥が美味しくって、原木持ってあそこの足場をですね、綺麗綺麗にね、しに行きましょう。それで今日は終わり。
今日はそれで終わりだと言いつつ、でも今日はなんか移動が多くて無駄な無駄な、収録時間は結構経っております。オッケー。でここに湧き潰しをやって、終わりかな。ここまで来るんですよね。ここまで来ますね。おいで、ここまで来ます。よし、ここまではオッケーだ。これで一応湧き潰しにはなったと思う。あとは木材じゃダメなのだ。結局これはツリーファームだから、あの石でね、石のこう資材を使ってあの床を作りたいと思います。あーはー、焼肉って美味しいんだね。よいしょー、はい、オッケー。これで湧き潰しもできた。台が完成しました。前回よりもね、出来がいいです。原木は一番下がここになるので、この上にこうどん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 原木が集まってきます。なので原木を取りやすくなりましたね、こうすることによって。で、あとね、登りやすいようにちょっとだけここにちょっと足場を作っておきましょうね。ここだけで登れますよと。で、ここから削っていけばいいんじゃないですかみたいな、こういう風に削っていけばいいんじゃないですかということです。満タンに溜まったね、原木を。夜ですな。おやすみ。画像紹介に行きたいと思います。こちらですね、兄貴のおしゃべりコーナーのやつを作ってくださいました。いいですね、これ本当にアイコンそのままをなんか作ってくださいました。ありがとうございます。神うます、あざす。米見て、私の大きな像の隣に米見の文字を作ってくださいました。こちらの方、自己主張が激しい方でございますね。すごいよ、エリトランチャーって書いてるんです。これすごいよね。なんとか文字で、象形文字でしたっけ。すごいです、いつもありがとうございます。そしてマグズボックスね、ありがとうございます。チェストから僕が出てきて、エルトラを差し出して、そして背面にはマグロの絵みたいな、嬉しい。で、そのままおしゃべりのコーナーに突入したいと思います。いいですね、このツリーファームも結構作るの苦労したんだけどね、結構あの人気でいろんな方が真似しましたみたいなのね、言ってくださった、これツリーファームなんだけれども、まあそんな話は置いておいて、今日はですね、この本編を収録する前に、収録外自慢、収録外垂れ流し生放送というのを行いました。今後はですね、結構そういったことが、簡単にできそうな、感じの環境となってまいりましたので、皆さんぜひね、まあいつやるか分かんないですね、予告なしにいきなり始めちゃうので、まあその辺はですね、時間を決めてやるっていうことをすると、相当、心苦しくなりますから、決めてやっちゃうと結構心苦しくなります。で、僕のこのマイクラ実況の中で決まっているものの一つとしては、6時半更新、あとはみんなのお祝い、そしてみんなみんなの幸せを祈願すること、それ以外はもう決め事として行わないで、自由なスタイルでやっていきたいと思います。その方がですね、私はやる気がどんどん出てくるタイプなので、その辺のですね、ご理解のほどよろしくお願いいたします。マルチに関してなんですが、今ね、皆様に声掛けしてですね、あと皆様のスケジュールの調整の中で、行っていこうと思っております。私の方も準備していかないといけないですよね。スポーン地点をあのメサにしたりとか、いろいろやらないといけないことがあるのでね、まあ、その辺も踏まえてやっていきたいと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていただいて、ください。夏休み中にね、しっかりとできなかったことはですね、皆様に謝罪した、いたします。そして、マルチは、いずれみんなを呼べるような環境にしていこうと思ってるので、疎外感を感じないでくださいね、兄弟みんな。みんなを呼びたいと思ってるのは変わりないので。はい、画像紹介おしゃべりに続きまして、こちらでですね、もう今日はエンディングを、行いたいと思います。今日はですね、移動が多くて、動画的に、いい感じになったのかどうだったのかがちょっといまいち個人的にと把握できてない状況でございますけれどもね。あ、そこまだ穴埋めるの忘れてるわ。これまた今度やりたいと思う。あそこ埋めらんないんじゃない？あれ的に、赤石的に。まあいいか。はい、今日はね、この辺りで失礼したいと思います。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。それでは、ご覧にいった U ワードは使わないよ。次の動画でまたお会いしましょう。ほな。